はようございます。少々お待ちください。入ってます。すいません、失礼いたしました。 FM那覇を聞きの皆さん、おはようございます。2月9日、ただいまの時刻は8時を回ったところです。カルチャンプルの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇。本日のお相手は佐藤玲奈と奈良蓮です。これからの1時間どうぞお付き合いください。おはようございます。おはようございます。すいません、大丈夫？ヘッドホン、ヘッドホンに音が入ってこなくて、違うヘッドホン使ってみて。そうなんですね。ここの目の前にあるよ。はい、ちょっと少々お待ちください。コメント少し読みましょうね。はい、アイミルキーさん、おはようございます。お芋さん、レナちゃん社長、おはようございます。はい、旧ぐしかわしのおれさん、おはようございます。えライツさん、群馬、みんなおはようございます。おはようございます。ヘッドホンも無事大丈夫になりました。お芋さんが久しぶりに来てる。お芋さん、下地若菜さんがこのデビューの時に来てて、はいはい、そうなんですか。もう下地若菜さんをいじりまくるっていう、はい、いじりまくるという、俺のこともいじりまくる、いじりまくるという、めっちゃ久しぶりですね。お芋さんらしかったね。嬉しいですね。おはようございます。皆様、朝からちょっとバタバタしてしまって申し訳なかったです。さて、今日のトークテーマなんですけども、トークテーマ待って、もうちょっとなんか、いいよ全然、じゃあ鳴らすトークみたいなことしますか。あのですね、鳴らしみたいな、何の、 脈絡もなくいきなりトークテーマに突入する。あ、一応なんか調べたんですよ。2月9日ね、今日は、はいはい、2月9日ということで、うんうん、何の日だと思いますか、語呂合わせ的に。肉でしょ。肉、どう考えても肉の日だよね。肉じゃない。肉じゃない、肉じゃない。今日の肉の日だ。肉の日でもあるけど、肉じゃない。肉じゃないの。肉じゃないです。じゃあ何、分かった、はい、ニンニクの日。ニンニクじゃない。ニンニク0209でしょ。今日は、うん、服の日。あ、服ね。服より肉の日でしょ。そうだよね。それはそうなんですけど、どう、服と、はいはい、フグの日。フグって漢字でなんて書くか分かりますか。ちょっと待って、っていうクイズをみんなに出したかった。魚辺にあれじゃない、あの雪じゃない。魚辺に雪。ちょっと、魚辺に雪はタラか。タラっすね。あ、2文字ですよ。2文字なの。2文字ですよ。分かった分かった。調べたんですよね。魚辺に、はい、腹って書いて、はい、フグ。違う。川の、そう、アイミルキーさん正解です。川豚と書いてフグと読みます。川豚はイルカじゃねえの。それ海じゃないですか、ね、多分ね。ツッコミがツッコミが怖いんだけど。ちょっとボケたのに。あ、ボケたんですか。スッと言われちゃうんだけど、知らないのかなと思った、はいはい、そう、フグの日って、うん、フグの日って、はいはい、9月29日と、うん、あとまたトラフグの日が10月29日になるんですよ。フグの日、1年に3回もあるみたいな発見をした。どんだけフグ押すねんって。そうなんですよ。しかもアイミルキーさんがフグの漢字をツイキャスで答えたんですけど、はいはい、それより前にお芋さんがフグって答えて、ね、待って、ごめんなさい、全然見逃した。全然見逃しました。旧串川市のおれさん、フグの日、はい、エロい。意味がわからない。エロくなるかな。ライチさん、ツンクの日。ツンクの日、ツンクの日だ、確かに。ツンク、あ、そうなんですか。だってツンク、あ、本当だ、ツークで。おお、すごい。アイミルキーさん、陸豚はただの豚。ちょっと面白いですね。面白い。陸豚はただの豚ですね、うん、はい、ということで、はいはい、フグにはちょっと話しきれないので1時間も。そうだね、はい、無理があるね。これには関連しないトークテーマになりました、今日は。お、じゃあ今日のトークテーマお願いします。気分転換です。ありがとうございます。なんでフグとかの話から気分転換が出てきたんですか。ですね、フグとかは全然関係なくて朝ちょっと調べてたら見つけたよって皆さんにお知らせしたかっただけなんですけども。フグ食べて気分転換じゃなくて。でもいいけど。このやっぱり私の事情なんですけど、また、うん、私事なんですけど、ちょっと最近ストレスっていうか、はいはい、勉強と課題がすごい、学校の課題が大変ですね。そう、ちょっと気分転換したいなって。今週でこのテストウィークも終わるので、うん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 、だから気分転換する、皆さんはどんな感じで気分転換してるのかなと思って。じゃあ今日のトークテーマは気分転換ですね。はい、よろしくお願いします。ラジオで僕は気分転換してますけどね。あ、そういう社長みたいなこと言う感じですね。社交辞令的な。社交辞令的なはい、はい、お約束みたいなね。はい、ということで皆さん、コメントお待ちしております。
この番組はリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いします。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、この放送はサポーターの恋するかっちゃんさんから応援の方をいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは1曲目、宇多田ヒカルで花束を君に。はい、オフトーク。オフトークでーす。旧具志川市のおじさん、社長どこの大学行ってるの？ラーメン大学。何大学？ラーメン大学。ラーメン大学、超適当。旧具志川市のおじさん、気分転換ジョギングだって。あー、いいですね。いつも気分転換してるじゃん、じゃあ。しょっちゅうジョギングしてるじゃないですか。あ、そうなんですか。トンコシューさん、ラジオに下ネタ送る。これ後で呼ぼうね。ストレス発散になりそう。ふざけすぎて。それがストレス発散だね、確かに。そうそう。フグ関係ないんかいってよ。それですね。フグはちょっと調べて面白いなと思って、川豚って書くんですね、フグは。川豚だね、へえ。川じゃないのにね。ね、川じゃないのに。お芋さん久しぶりっすね。ね、嬉しい。社長がクリスマスに電話くれなかったからボイコットしてました。連絡先を、連絡先。載せてなかったからね。よかった、でもボイコットが終わって。寂しかったですね、少し。ミルキーさん、ツイキャスのコメントでボケる。なんか大喜利みたいになってるな。もういいや、これ気分転換。なんかたまにボケてるのか本気で言ってるのか分かんないコメント送ってくるのが。いや、ボケてるでしょ。いや、見分けられないんですよね。本当に？たまに。面白いですよね、そこが。あ、間違えた。よっしゃ、そろそろ天気予報行くよ。はい。今の時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。では初めに今日のお天気をお送りいたします。本日9日、沖縄本島中南部のお天気は東の風のち南東の風やや強く、曇り、ところにより朝まで雨、波 1.5 メートルとなっております。降水確率は朝の6時から12時まで 30%、 12時から18時まで 20%、 18時から24時まで 30% となっております。日中の最高気温は21度です。今日は昨日に比べると少し暖かいお天気となっております。いいね。いいですね。このまま春になってくれないかなって感じはしますね。うん。寒いのはどうですか？寒いのはもうあれですよ、はい、暑いより少し好きかな。でもやっぱり寒いと暑い方がいいかなってなっちゃう感じですよね。はい、皆さん内地の方はもっと寒いと思うのでね、着込んでお出かけになってください。続いて気象警報注意報です。沖縄本島地方では9日まで空気の乾燥による火の取り扱いに注意してください。続いて交通情報の方をお伝えしていきます。高速道路の方からお伝えしていきます。沖縄道上下線ともに巨大インターチェンジ付近で橋の修繕作業のため対面通行規制がかかっております。続いて沖縄道、こちらも上下線ともに金インターチェンジから宜野座インターチェンジ付近、こちらも橋の修繕作業のため
対面通行規制がかかっております。いつもどこかで橋を修繕してるんですよね、沖縄はね。そうだね、いつもどこかで橋が修繕されてる。そうそうそう、高速道路はいつもですね、架橋工事、そう架橋工事っていうんですね。続いて、一般道の橋内の一般道の交通情報をお伝えしていきます。今日は今の時間帯はまだ渋滞が起きておりません。あまり朝と交差点から草原地方面に向けて渋滞が起こっております。朝日橋から朝日町、こちらも渋滞が起こっております。山下から山下南、小羽倉から小禄方面に向けて、こちらも渋滞が起こっている模様です。はい、今日の今のところの時間、今の時間ではこれで以上です。はい、それでは今日のトークテーマは気分転換ということで、皆さんの気分転換にまつわるエピソード、コメントをツイキャス、ユーストリーム、メールからお待ちしております。はい、ということでめちゃめちゃコメントが多い、コメントが多すぎてどっからだか分からなくなってしまった。そうなんですよ。どこでしたっけ。だからもうなんとなくで読みますね。読み逃してる方は読み逃してんじゃねえよって言っていいので。ライチさん、気分転換、はい、好きな音楽聴きながらジョギングします、痩せれるし健康になるよということで、はい、おー、なるほどね。そう、好きな音楽聴きながらジョギングしたりしますか。私たまにやるんですけど、ジョギングもしないですね、あんまりね。あ、そうなんですか。好きな音楽聴きながらジョギングってできないんですよね、僕。あ、本当ですか。スマホとケーブルがこうなんかポケットとかに入って、うんうん、垂れてる感じが超嫌なんですよ。あ、でも気になる時はあるかもしれない。走ってる時とかは。そうだから確かにだいたいつけないですね。あ、そうなんですか。自分で筋トレする時はつけますね、イヤホン。あ、結構やってる人いますね、音楽聴きながら、うんうん、あれはいいですね、テンション上がりますね、うん。恋するかっちゃんさん、テーマ気分転換、かっちゃんはね、気分転換するにはカラオケ歌いまくる、以上です。おー、カラオケね、うん、これもよくやるな、私も、うんうん、カラオケ派多いんじゃない。やっぱりそうですよね、うんうんうん、大声で歌うとスッキリするし。あー、あったあった。とんこちゅうさんね、とりあえず歌って踊る。あーそして近いな、とんこちゅうさん、ラジオに下ネタ送る。あーそれがストレス発散になってるの。でそれに同意してるとんこちゅうさん。あ、じゃない、旧ぐしかわしの俺さん。あ、わかるみたいな。それは、お、これはある。なんじゃそりゃ。そうなんだ。その、まあ、ラジオでね、読まれたりすると僕もだいぶ気分転換になるっていうか、うん、嬉しかった記憶ありますね。あ、それはありますね、うんうんうん。はい、はいはい、ライチさん、明日は名古屋グランパスと FC 東京の練習試合見に行く、ハート、レイナ社長、キャンプ戦、キャンプ観戦行きましたか。行ってないんだよね、キャンプ、ま、結構割と家から近いんですけど行ってないですね、うんうんうん、忙しくて。おー、でも今週、来週あたり行けたら行きたいなって感じですね。いつも見たことあるの。いつも前、一度でも見たことある。一度もないですね。一度もないんだ、はい。あ、でも先週、うん、ラジオから帰るときに野球ファンみたいな、野球のユニフォームした人がヒッチハイクを求めてました、うん。このもう近くの道路ですごいね、ヒッチハイクするんだ、はい。すごいなと思って、ファンの人も大変だなという思いましたね。まあキャンプの時期ですからね、これからそういう人もいっぱい来るんでしょうね。はい、アイミルキーさん、テーマ気分転換、冬には夏の方がいいといい、夏には冬の方がいいこと、違うか。ちょっと怒ってるかな。もしかして。キューブシカワシノブさん、文句ばか言うから、社長の気分転換はパワハラですか。そうそう、パワハラしてます、うん、いつも従業員にね、うん、なんか悔しがる顔とかね、はい、もうなんか辛いそうな顔見るのがたまらないんですよ。あ、怖ー、はいはい、私も一被害者ですね。そうなんだ。一被害者の一人、はい、いいですね、社長は。なんでパラハラして、パラハラ、ストレスが発散できて。パラハラって何。パラハラ、パラパラじゃない。あ、パワハラか。パワハラ、パワハラか。お芋さん、筋トレしてる体型がよ、わら。ひどい。それを言うな、それを。徐々にですね、多いな、コメントが。とてもそうですね。旧ぐしかわしの俺さん、はい、これ読めないやつ。読めないやつ。あ、読めなくない。社長もラジオにエロいメール送ってたのかって。送ってんわ。旧ぐしかわしの俺さんと同意じゃないよ。誰もエロいとは言ってない。はいはい、じゃあちょっとじゃあ、音楽かけながらオフトークであとは読みたいと思います。ラジオを聞いてる皆さんもぜひオフトーク、ツイキャス、ユーストリームからお聞きいただけますので聞いてください。はい、次の曲は、ブルーノマーズで、Just the way you are、 お聞きください。
はい、オフトークです。オフトークです。やっぱり生きてるとね、生きているとちょっと疲れてくることってあると思うんですよね。誰でも重いんだけど朝から重いですかね。ちょっと明るめにしてるんですけど、生きてるとさ、そう重くなってなんかキューグシカシのお姉さんが今日のスタジオちょっと暗くないですかって。暗いですか、うん、なんかそのオーラが出てるんじゃない。あ、やばいやばい、私が全部暗くして、ね、暗いんじゃないですか。外でやりますか今日、ちょっと気分転換で。んマイク持って外で喋りますかって。あ、ね、キャスターみたいですねでもそしたらいいかも。全然余裕だよ、ケーブル伸ばすだけだから。あ、そうなんですか、うん、今度やってみたいかもしれない。ここで喋る、うん、マジでいいよ、やっても。毎朝めちゃくちゃ大きい白い犬お散歩した方が、うん、ラッキーね、ね、ラジオに。ラッキーあれ毎朝じゃなくてしょっちゅう来てるからね。そうなんですか。オリジンの時とかも来てて。あ、そうなんですか、うん、みんな知ってるよ、うん、ラッキー。すっごい可愛くてね、大きいのにもめっちゃおとなしくて、うん、犬種なんなんですかね、あれ。あれね、なんなんだろうね。クマみたいだけどね、見た目は、ね、超可愛くて毎朝癒されてるんですけど、うんうんうん。キューグシカワシの俺さん、レナちゃん疲れてるのか、社長のパワハラが原因かそうだろうな、うん、いやいや、まあいいんだよ、疲れた顔しても。社長はね、全然さっきのパワハラは冗談で、ね、社長といるときはストレスフリーなんですけどね。本当に、はい、ストレスフリーです。へー。でも学校の、まあでも今週が終われば、今日はもう花金だ。いつも花金だろ。今日は花金だこのくだりいつも花金って言ってるじゃんだってそうですね。キューグシカワシのおじさん、ラッキー写真で見たけど可愛いね、ちょっとベラ出してね。ちょっとベラ出してる写真だった。1匹じゃない時あるよね、2匹とか3匹とか。え、ラッキーが3匹いるんですか。大城さんがね、はい、ここで、写真を撮ったわけ、表で、はい、そしたらその写真がなんかラッキーみたいな犬が2匹かぐらい一緒に写ってる絵だったわけ。え、そうなんですか。あれ1匹じゃないんだって思って。何匹飼ってるんですかね。トンコシューさん、ラッキーはグレートピレニーズよ、詳しい、さすが。グレートピレニーズ、そういう犬種なんだ。今流してるのはブルーノマーズですよ。あ、ブルーノマーズお好きなんですかね私も大好きです。よし、じゃあそろそろ行きますか。はい、次はニュース、新聞です。今日のニュースです。琉球新報の紙面より総合面からお読みいたします。県内賃上げ実施 48%、 企業設備投資も前向き。帝国データバンク沖縄支店は8日までに政府与党が進める法人税改革に関して県内企業の意識調査結果を発表した。税制改革に賃上げや設備投資に積極的な企業の税負担軽減が盛り込まれていることから、賃上げを実施すると回答した企業は 48% を占めた。実施しないは 7.7% にとどまり、検討中は 19% だった。法人税改革の議論を受けた賃上げの動きが県内でも出始めている。設備投資は検討中が 25% となっており、実施しないが 19.2%、実施するが 17.3% となった。従業員数別に見ると101人から300人の企業のうち 80% が賃上げを実施すると回答した。設備投資では101から300人の企業の 60%、 301人から1000人の企業すべてが実施すると回答しており、事業規模が大きな企業ほど賃上げや設備投資に積極的となっている。法人化
税制度改革に求める政策は法人実効税、法人実効税率の引き下げが最も高い 50% で、次いで法人税減税が 40%、 補助金や助成金の拡充が 30%、 固定資産税の見直しと設備投資税、設備投資税減がともに 26.9% となった。法人税改革が日本経済の活性化に寄与すると答えたのは 36.5% で、寄与しないの 19.2% を上回った。わからないと回答した企業は 44.2% となった。法人税改革の認知度は概要のみを知っているが 61.5% と半数以上を占め、知らないは 26.9% であった。内容を含めて知っているは 1.9% にとどまっている。2018年度の税制改正では、平均給与の支給額を前年比で一定の割合以上に増加した場合や、国内の設備投資額が一定の要件を満たした場合に税制控除を受けられることなどが盛り込まれた。調査は17年12月から18年1月にかけて、県内に本社がある158社を対象に実施し、有効回答企業数は52社だった。続いて沖縄タイムスの紙面より総合面からお読みいたします。経常黒字21兆8742億円リーマン後最高水準。財務省が8日発表した2017年の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は前年比 7.5% 増の21兆8742億円だった。リーマンショック前後の2007年以来10年ぶりの高水準で、比較可能な1985年以降では2007年に次いで2番目だった。好調な世界経済を背景に、企業が海外子会社から得る配当金や訪日外国人が日本で使うお金が増加、日本経済が輸出だけでなく投資や観光で外貨を稼ぐ構造に変化していることが鮮明になった。日本企業が海外で行った工場建設などの対外直接投資は 0.5% 増の18兆4905億円で3年連続で増加。国地域別では米国向けが最大で全体の約3割を占めた。経常収支のうち、企業が海外投資から得る利子や配当金の動向などを示す第一次所得収支の黒字額は19兆7397億円で 9.1% 伸びた。以上で今日のニュースをお読みいたしました。これがステーキだ。食の王様、ステーキハウスエルシャダイ牧師店グランドオープン。ステーキ 200g がなんと1000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市牧師 2-4-11 ステーキハウスエルシャダイ牧師店。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。いらっしゃい。屋台赤道ラーメン、醤油、味噌、豚骨に塩はもちろん、特製辛味噌ラーメンもおすすめ。自家製麺でスープの相性抜群、肉汁たっぷりのシュウマイ、餃子も大人気。創業20年余り変わらぬ美味しさ、屋台赤道ラーメン。ウチナーグチナーの時間です。ナビゲーター M 松川、今日も皆さんにウチナーグチレクチャーします。今日のウチナーグチはこれ、たっぴらかす。たっぴらかす、日本語にするとぺっちゃんこにするという意味になると思います。沖縄の家にはちっちっちっち
チッと泣くヤモリがいますが、よくアルミサッシにたっぴらかされていますよね。あ、こんな使い方です。他にはこんな使い方もあります。え、松川、お前この間新都心で見たぜ。酒飲んで千鳥足だったな。酒弱いんだろ。女の子たちの前でカッコつけて無理して飲むな。僕ちょっと、いや、だいぶカチンときました。たっぴらかされんど、たっぴらかされんど。意味はぺっちゃんこにしてやるぞ、どついたるでみたいな強烈なものに変化します。友人にそう言ってやりました。でもカチンときたのは事実だったからなんです。シャモジと角 J の内縄口ナウ。今日の内縄口はこちら。タッチマチュー、タッチマチュー。タッチは2つ、マチューはつむじ。2つつむじがある人のことをタッチマチューと言います。はい、みんな静かにして。今日からね、新しい英語の先生、スイスから、スイス、タック J 先生が来てます。国シュールだね。先生どうぞ。こんにちは、タック J です。皆さんはじめまして。皆さんね、英語を教えますよ。なんか嫌だ、君たちちょっとうるさいな。全然勉強しよう。でも静かだったな。本当にもうダラダラ。うるさいな、お前たち黙れ、タッチマチュスイスから来てすぐタッチマチュ見たら、お前テンションも下がるだろう、お前。スイスのタッチマチュ。俺はタッチマチュじゃないよ。ふざけるなよ。お聞きの皆さん、おはようございます。2月9日ただいまの時刻は8時28分です。はい、カルチャンプルの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしていますモーニングナハ。本日のお相手は佐藤玲奈と奈良蓮です。これからの30分間どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、コメントから、今日は玲奈ちゃんへの質問が結構来てます。玲奈ちゃんは、どこの大学に行ってるんですかって。私は沖縄県の、はい、沖縄県だろそれ沖縄県の、はい、あのなんて言えばいいのかな、はい、あのボケるとこですよですよね。これを期待されてるんだって。いやいやいや、コメントを見た瞬間から分かってたんですけど何も浮かばなくてね。あ、まあ、ある大学に通っております。英語を 習っております、うんうん、勉強しております。次に、レナちゃんはラジオがある日は何時に起きるの、はい、今日このトークテーマなのかな一応私はラジオをやる金曜日ですね。毎週金曜日は何時かな、6時に起きますね。あ、早っ。早いですね。僕はあの7時20分ぐらいに起きるよ。あ、結構ギリギリじゃないですかえ、結構ギリギリですね、はいはい、え、でも社長でも半ぐらいに来てる。そうそう、もう3分で準備して、3分で準備して出てシャッと出てくるからね。早っ、すごいですね、うん、でも私より母の方が早く起きてて、いつも朝ごはん作ってくれるんですよ。じゃあ母5時ぐらいじゃない。母5時ぐらいかな。早っ。もう寝てて知らないですけどねもうありがたいです、すごい。そうなんだ。なんか金曜日朝ごはん作ってくれるんですよね。朝早いからかな、うん、かな。そうそう、ラジオ頑張ってんじゃんみたいなことですかね。確かにありがたいです。旧具志川市のお列さん、はい、社長頑張れってこと。なんでこのタイミングで頑張れなんだって。もっと聞き出せってことかなもっと早く起きれとかかな。ういもさん、おかん優しい。おかん優しいんですよ。優しい。そう、さっきね、あれなんですよね新聞が、うん、何でもないです、すいません。何人笑ってるんだよあのコメントが面白くて、新聞重いの選んだなって。あ、そうそうね、はい、なんか今日難しい記事選んでたよね。そうそう、でもあの、はい、そうなんですよ、うん、ちょっと自分の心情が関係したのかなとか思うんですけど、はい、あ、面白いね、心情が関係する、新聞って新聞を選びましたはい、はい、で、あの30分前からこのラジオをやらせていただいておりまして、なんだそれ。今日のはい、はい、今日のトークテーマは気分転換ということで、はい、
願いします、はい、皆さんの気分転換の方法を知りたいなと思って、うん、で実践したいなと思って、はいはい、皆さんから聞き出したいと思います。おどうぞコメントの方よろしくお願いします。社長は、ちなみに社長はだからほら、ツイキャスリスナーのすごい秀逸なコメントをあえて読まなかったり、うん、はい、ひどいあとは、そうだな、このレナが面白いこと言っても笑わなかったり、はい、笑わなかったり、うん、パワハラチックですねやっぱり嫌なやつやな嫌なやつですねそれ暴露してメリットなかったですねそうだね、旧しかしの俺さんテーマ気分転換だったのかって言ってそうね、レナの質問コーナーみたいなやつがある。そうそうそう、今日は気分転換です、はいはい、コメントの方ちょっとお読みします。はい、アイミルキーさん、はい、テーマ気分転換、ライブに行ってノリノリになること。この3年間20組のアーティストグループのライブに合計40回ぐらい行きました。おほとんど埼玉スーパーアリーナなど大きな会場です。すごすごめちゃくちゃライブ好きなんですね。ねっていうかいいな、やっぱり埼玉スーパーアリーナとか、うん、行ってみたい。ね行ったことない。セルラースタジアムとかに行けばいいじゃん。セルラースタジアムに行ったら、うん、まあキャンプとか見れるけどみたいなライブに行きたい。ああ、ま、前行きましたねはいはい、ちょっと行きました。いいですね、うん、ライブって絶対ストレス発散になる。そうだね。ライブ行ったことありますか？ライブ行ったことありますよ。ありますか？うん、それはそれはロックバンドとかですか？あのね、一番最後に行ったのは、あ、じゃないや、一番最後に行ったのはピローズっていう、はい、バンドがあって、はい、ピローズのライブがあっちの桜坂の方であったやつに行ったのと。え、そうなんですか？沖縄で。そう、沖縄で。その前は水木奈々って知ってる？あ、知ってますよ。友達が水木奈々大好きで、はい、どうしても一人で行きたくないから一緒に来てくれって言われて、はい、一緒に行ったわけ。付き合い的な。そうそうそう。楽しかった。そしたらめっちゃかっこよくて水木奈々が。ああ、だったらよかった。全然知らなくて興味なかったんだけど、はい、あの時にハマってしまってみたいな感じで。そんな感じですかね。ライブは。ライブはいいですね、うんうんうん、すごいストレス発散に良さそう。そうね。はい、この番組はリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またこの放送はサポーターの恋するかっちゃんさんから応援の方をいただいております。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。それでは、後半の1曲目、安藤優子と DJ 味噌汁と MC ご飯の、霜降り紅白歌合戦お聴きください。はい、オフトーク、アイミルキーさん、沖縄には大きなライブ会場はありますか？で、旧具志川市の俺さんがセルラースタジアムとかコンベンションホールとかですかねっていうふうに答えてますね。そんな感じよね。他にある？大きい。そうですね、やっぱりコンベンション、沖縄でライブがあるって言ったらコンベンションセンターが多い気がしますね。うん、だよね。セルラーでもやるのかな、あんまり行ったことないけど、うんうん、前は私前って言っても3年ぐらい前なんですけど、はいはい、少女時代とかのライブに行きました。あ、東京に行った時に。懐かしいですね。へ、懐かしい。どうだった？すごい楽しかった。でも遠かったですね、ちょっと。何階席だったかな、結構上の方の席だったんですけど。でも同じ空間にいるってだけで、うん、いいですね。手だこホールとかも広いんじゃない？手だこホールも、あ、でも来ますね。あ、来ますね、うん、そういえば歌手の方が結構来るかも。コンベンションセンターのキャパシティはどのくらいですかっていうコメントがあったから、お、ライブするのかな。だいたい1841人だって。コンベンションセンターのキャパ何人って言いました？今1841人。1841人。埼玉アリーナとかってどのくらいなんだろう。埼玉アリーナ、うん、どのくらいなのかな。埼玉アリーナどれくらいなんだろうね。僕埼玉住んでたけどアリーナ一回も行ったことなかった。そうなんですか。
かっちゃんのコメントは本番で読みましょうね。3万7千人。え、全然桁違いなんだ、ね、東京ドームが5万5千人。あ、そうなんだ。日本武道、あ、最近行ったわ、そういえば日本武道館に。あ、そうなんですか。そうそう、出張の時に14,471人。そうそうそう、あの自衛隊のなんか演奏を見に。疲れた。よし、じゃあ気分転換、みんなのコメントを天気予報の後に読んでいきましょうね、はい、コメントありがとうございます。はい、天気予報ですね。次は今の時刻は8時37分を回りました。カルチャンペルーの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしていますモーニングナハです。では初めに今日のお天気をお送りいたします。本日9日沖縄本島中南部のお天気は東の風のち南東の風やや強く曇りところにより朝まで雨、波 1.5 メートルとなっております。朝の6時から12時まで降水確率の方は朝の6時から12時まで 30%、 12時から18時まで 20%、 18時から24時まで 30% となっております。日中の最高気温は21度です。沖縄本島地方では9日まで空気の乾燥による火の取り扱いにご注意くださいとのことです。いや、21度って言われたら暖かいっていうイメージがあると思うんですけど、でもやっぱり朝はまだ寒いですね。寒いですな。なんか下から冷気が湧き上がってくる感じの、詩人ですな、そういう感じの感じがします。なるほど。続いて沖縄県の交通状況をお伝えしていきます。まず高速道路の方からお伝えしていきます。沖縄道上下線ともに木の座インターチェンジから矢賀インターチェンジで排水作業のため規制中となっております。また沖縄道こちらも上下線ともに木の座、あ、失礼いたしました、木の座インターチェンジから金インターチェンジまで排水作業ですね。続いて沖縄道上下線ともに矢賀インターチェンジから金インターチェンジまで排水作業のため規制中となっております。さっきのなんか橋の修繕作業から、はいはい、今度は排水作業に変わっております。進んでおりますな、仕事が進んでおりますねちゃんと仕事をしておりますね、うん、続いて那覇市内の一般道の交通状況です。渋滞が先ほどより少し増えました。余儀交差点からマダン橋方面に向けて、またマダン橋から小羽倉方面に向けて渋滞が長く続いております。また朝日橋から朝日町、朝日町から小羽倉、こちらも渋滞が続いております。また阿蛇交差点付近、泊交差点付近、こちらも渋滞が起こっている模様です。山下から山下南も混雑しております。皆さん運転の際は安全運転でお気をつけて運転してください。以上で今日のお天気交通情報をお伝えいたしました。さあさあ、はい、今日のトークテーマは、気分転換ということで、トークをしております、はい、皆さんからの気分転換にまつわるエピソードコメントを、ツイキャス、メールなどからお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします、これ読んだかな。お芋さん、気分転換は散歩しながら泥団子を磨きに良さそうな瓶を探すことかな。あの泥団子は瓶で磨く、うん、そう、瓶のね、あのツルツルしたところでこうやって磨くんだよ。へえ。じゃあお芋さんはあのゴミ拾いもしながら趣味のてかゴミ道具も、うんうんうん、ゴミって言ったらあれですけどなんて言うんですかね、うん、でもいいですね。もう最高の瓶を見つけたんじゃないの。そうなんですか。見つけるぐらいじゃない。だってもうそこまで瓶必要かね。いろいろあるのかな。なんかこの瓶で磨くと
いい照りが出るとか、なんか テクスチャーとかが違うのかもしれない、ちょっと知りたいですね、深い内容ですね、うんうん、続いて、はいはい、アイミルキーさん、テーマ気分転換、少し時間が空いたらスマホのゲームやスマホの英語アプリをやることです。うんうんうん、やるやるやる、一緒だ、気分転換ね、うん、ゲーム結構やるかも、気分転換でやりますか。ね、やるかな、やります、すごいそんなに凝った、時間かかるやつじゃなくて、はい、もうパッと終わるようなやつ、あ、わかる、時々やったりします。テトリスとかたまに私もやりますね。テトリスはじっくり系だと思う。じっくり系ですか。あれはめっちゃ時間かかる。私結構すぐ終わるんですけどね、積んじゃうっていうか、うんうんうん、はい、セブン仙人さん、セブン仙人さん、気分転換は仕事終わりにスーパーによって安いのを見つけたり、それで献立考えたりすると頭が切り替えられます、うん、朝一でステーキ食べに行って映画見て買い物するのもいいな。あ、めっちゃいい、これこれ次の休みやりたい。そうね、買い物結構気分転換になるよね、うん、僕一日の流れで家帰ってご飯作るんですけど、ご飯作ってる時めっちゃ気分転換になります、ね、あ、そうなんですか。何作ろうかなとか、逆にストレスになったりしないんですかね。多分好きだから大丈夫なんでしょうね。これこうやってやったらどんな味になるのかなとか、はい、なんか試すの好きですね、いいですね、しかもそれって料理も上達するし気分転換になるし、そうね、一石二鳥だ。恋するかっちゃんさん、テーマ気分転換2、かっちゃんはね、やっぱり社長れなちゃんモーニングの歯を聞いたら気分転換になりますね以上マジで、嬉しい、はいはい、なんで笑ってるんですか。いやいや、なんか照れるなと思って。あ、照れてるんですか、ね、今照れるよね。照れますね、うん、普通に嬉しいですね。ねえ、なんか、はいはいはい、串川市のお礼さんが、はいはい、収容5500人、エロい。いやいや、エロくないだろ。セブンさんもエロいっすねって思います。いや、同意するな基準がわからない。同意ちゃうわって。はいはい、そしてそろそろ会議があるのでこの辺でだそうです。ありがとうございます。会議の方頑張ってくださいね。はい、はい、頑張ってくださいあ、リクエストがあったんですね、すいません、はい、ちょっとリクエスト今見てちょっとさっと準備できないんで今回はすいません。曲のリクエストは、事前にもうちょっと早く見つけたらやっときますね申し訳ないです。アイミルキーさん、テーマ気分転換、 YouTube でドラゴンボールのネタバレ動画をはしごして見ることネタバレ見ちゃうんだ。 YouTube 結構見る人多いですよね。あ、 YouTube 見ますね、うんうんうん、ネタバレ。そうね、 YouTuber とか見たりしますか。 YouTube は見るよ。やっぱ FM ナーも YouTuber やりたくて、ミも YouTuber にしたくて、そうなんだ、話してんだけど、ミムはもう私裏方がやりたいんで絶対やりたくありませんって言って、なんかお料理系の動画作ろうよって言ってるんですけどね。お料理系なんですか。ミムが料理作って、はい、この沖縄の、まあ伝統料理、はい、伝統料理っていうか郷土料理を作って、はい、それを、こうみんな県外の人とか見るじゃん、はい、それがいいなと思ったらこっちから野菜送りますよみたいなこうビジネスをしたおなんか本格的だったそれミムに言ってんだけど、結構ビジネスチックな話。私出たくないですって言って。あ、そうなんだ。言うんですよね。 YouTube とかって結構気分転換になりますねうんうん。じゃあちょっと一曲挟んでから、行きましょうか。ニュースの時間に、はい、そうですね。4曲目ですね、今日のカリッとでヤングダム&ブロークをお聴きください。はい、オフトークです。オフトークです。この曲が好きですねうん、僕も好き。奥さんチョイスですか、うん。オフトークしてます。アイミルキーさん、 YouTube でメリクリ、友達より大事な人、生き物係のありがとうのカラオケを練習して覚えました。あーね、 YouTube でいろいろね勉強もできるしね。お芋さん、 YouTube ではヤギ汁の臭さが伝わらないので無理ですよ。お芋さん食べたことあるのかな、ね、ヤギ汁はな食べな、うん、ヤギ汁はなって感じですね。ヤギ汁ってどうやって作るのかな。ヤギをまず YouTube 的にはどこから始めたらいいんだろうね。いや、でも狩るとこからじゃないですか。狩るところから始める。いや、でも流せないか。いやいや、 YouTube 流すんですか。流せるじゃない。お気に入りの YouTuber とかいますか。お気に入りの YouTuber はね、柴田って知ってる。ん、
柴田って分からない、分かんない。沖縄の人ですか、うん、いや全然沖縄の人じゃない。お芋さん食べたことない。食べたことない、うん、もう臭いって噂になってるんだな。じゃあオリンピックだ、そういえば。うん、今日あのニュースで関係ないんですけど、オリンピック韓国であるじゃないですか、うん、でスキージャンプの動画っていうか、あの映像が流れててニュースで、やってみたいと思います。へえ、めっちゃ飛ぶんですよこの斜面から。へー、絶対楽しいと思いません？怖くない？すごいね。すごいですよね。へー、一回やってみたい、人生で一度は。どこでできるのかな。どこでできるんだろうね。一番近いとこどこだろうね、沖縄から。山があるとこかな、うん、あでも施設に行きたいですね。山とか行ったらちょっと怖いから。アイミルキーさんのお気に入りの YouTuber は NMB48 のアメリカあかりん女子力動画です。女子力動画、うんうん、NMB か。よし、じゃあ行くか。かわいいですよね、 NMB の女の子たち。新聞だよ、新聞だよ。新聞に行ける？行きますよ、もちろん。パールセン、ニュースです。琉球新報の紙面より総合面からお読みいたします。正規雇用に60万女性、18年度県事業若者1人当たり支給、県商工労働部雇用政策課では、35歳未満の若者などを正社員として雇い、6ヶ月の定着につなげた県内中小企業に対し1人当たり60万円の助成金を支給する正社員雇用拡大助成金事業を2018年度から始める。期間は20年度までで、18年度は3000人への助成が目標。18年度当初の予算として約2000万円を計上した。県は17年平均の正社員雇用率 59.6% から21年平均 62.5% への引き上げを目指す。全国の17年平均は 62.8% だった。対象となる雇用者は35歳未満、妊娠・出産・育児などを理由に離職した者、母子家庭の母親などの就職援助で特別な配慮が必要な者のいずれかが要件だが、新卒3年以内の人は対象から外された。対象事業所は正社員雇用後約6ヶ月間の間に定着につながる取り組みを実施、対象となる正社員を雇用する直前の6ヶ月以内の専業種都合での離職者がいない中小企業のすべてに当てはまることが要件。これまでにも県は那覇市にあるグッジョブセンター沖縄などで正社員就職を支援してきたが、さらなる正社員雇用の促進につなげていく考えだ。県は正規雇用率を引き上げて、技能継承や生産性向上を図ることで、県民所得の向上を目指す。五輪今日開幕、ジャンプなど一部競技開始。オリンピック第23回冬季オリンピック大会は、9日午後8時から、五輪スタジアムで開会式が行われ開幕する。8日は
あ、失礼いたしました。8日は一武器競技が始まり、日本勢の先陣を切ってノルディックスキージャンプ男子ノーマルヒル予選に冬季五輪史上最多8度目の出馬となる葛西紀明、土屋ホームから4選手が登場。いずれも10日の本戦進出を決めた。大詰めを迎えた聖火リレーはスケートなどの会場となる沿岸部の公園を駆け抜けた。9日は平昌でリレーされ開会式で聖火台に点火される。以上で今日のニュースをお読みいたしました。新聞の方読み終わりましたけども、新聞を読む直前にお芋さんのオリンピックの記事ないのかなっていうのを見て、うん、急遽変えまして新聞の記事を。そしたらちょっと読み噛むみたいなことが起こりません、ね、臨機応変だね。そうですね。でも対応した割にあんまり読めなかったんですけど、出馬って言っちゃった。出馬は政治だから出場ね、普通に考えオリンピックに出馬どこでも出馬すんだよみたいな感じで、本当何を考えてるんですかね本当に面白い。オリンピックいいな。多分韓国は今とても寒いんでしょうね。そうでしょうね。沖縄以外みんな寒いでしょうね。一番そうですね、うん、みんな寒いんでしょうね。でしょうなそれで今日はあの時間が余裕があってね。そうですね、あと3分あるんですけど。3分あるんですけど、この調子でいくとはちょっと厳しいと言いますか今日のトークテーマははいはい、気分転換ということで皆さんからたくさんコメントをもらっていたのですが、はいはいはい、読み逃したものとかないですかね。恋するかっちゃんさん、はい、テーマ気分転換。かっちゃんはね、気分転換するにはカラオケを歌いまくる以上です。あのそれ読みましたね。はい、どれかなって思ったわけ。どれか読み逃したかなって思った時に、あ、はい、それくらいかな。これぐらいですかね。かっちゃんさん何か読み逃したかな。まああとは特にないんじゃないかな。そうですね、我ながらよく読めてる方だと我ながら、ね、我ながらすごいコメントくるよね。拾ったかなと思いますね皆さん。ありがたい、ありがたい、本当にありがたいです。コメントないとこれ成り立たないですからね。成り立たない、成り立たないのかいやずっとあのお互いのなんて言うんですか、うんうんうん、報告みたいな、報告状況報告みたいになりそう。お芋さん、いいコメントは拾わない社長、トレンドの記事はあえて読まないレナちゃん、そういうスタンスなのねそう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 、今日は読みましたね、オリンピックのね。そうそうそう、いいのは ね別に誰でも読めるじゃないですかいいものなんてあの、ね、悪いものをどうやって、うん、よくするか、よくするか、そうそうそう、良い風に聞こえさせるかみたいな、うん、あ、はい、はいはい、セブンさん、はい、ぴょんちゃんね、ぴょんちゃん読めなかったのこれ。平昌って呼びましたね。ぴょんちゃん、平昌ちゃんか。へ、平昌って日本じゃねえかよと思いましたやばいそっか、へ、ぴょんちゃん、あ、ごめん聞いてなかった。ぴょんちゃんオリンピックね、うん、ぴょんちゃんオリンピックを平昌オリンピックって言ってたの。はい、言っちゃいましたね。うわ、すいません、失格だもん。ごめんなさい、はい、申し訳ないです、ね、首を切ってもらおう、首を腹を切ってもらおう腹アイミルキーさん、平昌恐怖症、平昌恐怖症違うし危ないな。平昌オリンピックね、まあ、多分ね、カナとかそれ言ってそうだから、わりかし、また抜きカナとかね。言ってそうです。あ、うん、という、そんなこと言ってたら、もうあと残り1分ですよ。もう残り、30秒です。30秒ですか、うん、また最後、バタつくのは変わらないんですけどね。うんうん、はい、皆さん、今日も金曜日のこのモーニングナハを聞いていただきありがとうございました。ありがとうございます。聞いてくださった皆様が今日一日、楽しい一日を過ごせますように。はいはい。また来週、よろしくお願いします。さよなら。